愛南町の一品を紹介する広報愛南との連動企画、愛南一品図鑑。今回はパトリクッキング小野山香織さんの湯上がりゼリーを紹介します。今年の2月に法人化にしました。4月からです。はい、そうですね、私たち南はふるさと小包グループっていうのが前身なんですけれども、昭和60年から年3回ほど全国に愛南の味をお届けしております。でなかなかやっぱり30何年経つと後継者不足っていうのが一つ大きな問題で、もう少し後継者も育てていきたいっていう思いから、はい、作りました。法人化の名前を考えるときに何がいいかなって、ああでもないこうでもないって言ってたんですけれども、たまたまいろんなことでお付き合いのある方がフランス語でパトリーっていうのはふるさとっていう意味だよっていうのを教えていただいて、もともと私たちはふるさとの味を伝えていきたいっていうグループなので、はい、ぴったりかなと思いまして、でそこからパトリクッキング、今現在はパトリクッキングとしてみんなで、やってるのが飲むゼリーとジュースになります。個数としては130ほど作っております。2種類です。青いラベルの方はもう本当にみかんの味を大事にして、加えるお砂糖の量っていうのを本当に少しにしております。で赤い方はそれよりはもう少しお砂糖を加える量を多くしております。そうですね、これ2年間かかってこの商品出来上がったんですけれども、果肉の色をすごく重視して、あと糖度も測りながらやっぱり一定の値に達したもののみを使ってやってるので、みかんを選別するいうとこが一番大変かなと思います。今回私たちは手絞りにこだわってます。なぜ手絞りかにこだわるのかっていうと、やっぱり皮付きのまま絞るよりもえぐみとか苦みっていうのがないので、出来上がりのゼリーとしてものすごくいいものができるんです。でやっぱり手絞りするためにはみかんを半分に切らないといけないので、その切った時にやっぱり果肉の色っていうのが一番こう目に分かるので、そこがこだわっとるところでしょうか。はい、県内で販売するとしたらやはり道後だろう。で道後って言ったらやっぱり温泉ですよね。愛媛といえば道後温泉ですから、なのでそこで手に取ってもらうときにこの湯上がりゼリーっていうネーミングが一番いいんじゃないかなと思いまして、でそれで現在この湯上がりゼリーというネーミングは商標権の申請をしておりますので、まあ何ヶ月かこう取れたらいいなと思ってます。はい、そうですね、とっても美味しいっていうふうに、はい、リピーターさんがもうすでについてます。なのでこれからもみんなで頑張っていきたいなと思ってます。ふるさと小包グループの今までの顧客がまず1、その次に会員さん皆さんそれぞれ個々で持ってるお客さんが1つ、それと、町内では季節園 の, 直売所で、お遍路さん相手に販売してるっていうところ で今後ですね、松山の15万石さんの方に卸したいなっていうふうに思ってます。40番札所のところの幹事財政のところの季節園の直売所をもうパトリの直売所として一緒にもう、はい、商品を販売しようっていうことなので、もう本当に1個から、はい、購入することができますのでよろしくお願いします。
そうですね、まだ本当に立ち上げたばっかりで、これからこの加工場もですね、お惣菜の製造許可であるとか、あとお漬物の製造許可とか、そういうふうなものを取ってですね、地域の皆さんに喜ばれる商品を作っていきたいなと思ってます。